どうも、ハリウッドザコシでございますね。どうも、ようやくですね、8月の、9日、8月の10日と、単独ライブシーズン6が、開催されまして、ね、1日目、2日目とやりまして、結果、大盛況に終わらせていただきまして、ね、満員、超満員、札止めでございますよ。で、終わらせていただきまして、ね、本当、感無量で、ありがとうございます。ね、ご来場していただいた方、ね、あとスタッフの皆様、ね、劇場の管理、劇場の関係の人、ね、皆様どうもありがとうございました。ね、ほんとね、今回、1日目が、ゲリゲリ君、2日目がノグスの墓、ね、とやりましたけどもね、まあ、これ疲れましたね、ほんとね。ほんと疲れた。だってあれな、ねえ、一日目の前の日がさ、リハーサルするんですけども、そのリハーサルの前の、リハーサルっていうか、深夜リハーサルするんですよね。で、その深夜の前もちょっと仕事だったんですよね。で、ねえ、こういう時に限って、いつも仕事入んないのに、こういう時に限って仕事入るから、ねえ、バカ、なんか、忙しくなっちゃって。テンパってたよね、ちょっと最初。んで、いろいろね、内容を、ネタのね、やりましたけどもね、来場者特典というのがあって、1日目がポストカード、2日目が、シール。特製シールなんですよね。だからこれもお得だと思いますよね。まあ、何を言っとんのよみたいなっていう話ですけどね。全然興味ない人にはしょうもねえとかと思われるかもしれないですけども、まあでもこれは豪華ですよ。ほんと予約したら DVD もついてますからね。だから予約したら DVD、 投資券で予約したら、DVD 二つで、特製ポストカードと特製シール、あと、チケットが2個ついてて、2時間2時間のライブが見れるっていうね。これとお得じゃない？うん。ねえ、ほいで、お得なライブで、その外吉のね、スーパー外吉、最先端の外吉が見れるっていうね。そういう感じですよね。すみませんね、ちょっと喉が枯れちゃって、お聞き苦しいかもしれないですけど、ちょっと、イベントの反省じゃないですけどね、カラバートークですけども。いやー、あれだね、ほんとやっぱなかなかね、そういう単独ライブ、その 2days をちょっとやったのが初めてなんでね、なかなかちょっと俺やってて楽しかったんですけどね。いつも1日目4時間、3時間ぐらいでやって終わるじゃないですか。ねえ、なんか、日をまたぐと、なんかね、で、スタッフも同じじゃないですか。だからちょっとなんか、行動は一緒に撮るから、なんかちょっと楽しかったんですよね。なんかみんなで一緒になんか飯食ったり、なんか、団体行動っていうか一体感がなんか生まれてたから、なんか、ちょっと楽しかったんですね、この2日、単独ライブ。またちょっと、その内容もね、前回の単独ライブよりはなんか俺、好きなんですよね。だから、今回の単独ライブをちょっと、自分の中で、大成功な感じなんですよね。前回も別に大成功ですよ。前回も結構、やった時は、おーとか、いいね、みたいな感じだったんですけども、それより、まぁちょっと上回る感じで、今回は、なんか、そんな感じがしますね。モノマネもね、1日30発作ったんですよ。で、計2日だったら60発ね。
60発を考えるのちょっとしんどかったな、ほんとな。60ですよ。60個はなんか、ないよね、ほんと60個ないよ。もう、まあ、こじつけのやつもありますけど、でもなかなかでも、あ、これはあかんなっていうのは、まあ、ちょこちょこ ありましたけど、ちょっとそれが少ないね、今回ね。前回、前々回と、まあまあ、いいやつ結構前回は結構いいやつがめっちゃあったんですけど、まあ、でも、使えねえなってやつも結構あったんですよね。でも今回はそんなないな、使えねえやつって。あったけども。あったけども、そんなないな。前よりは少ないと思うね。で結構傑作もあったんでね、まだちょっと、今シーズン、このモノマネね、この60発のうちに何個かを、ちょっと、出していきたいですね。そろそろでも、100連発どっかでやるか、なあ。もう結構増えたから。なあ、あれから、前やったよな、100連発な。2年前だっけな。2年前ぐらいやったよな。だからもう、100連発どっかでやってもいいかもしんないな。モノマネ100連発。新作っていうか、前やってないやつを、100連発。でもなかなかね、100連発もね、お客さん入んのかな、モノマネ100連発。例えば東京じゃなくて他のとこでやったら、例えばね、例えば大阪とかでやったら、入んですかね。まあ入ればね、やりますけども、入らなかったらね、赤だったら嫌だよな。うん。あー、でもちょっと終わってほっとしましたね。これで、これで、心置きなく、バーベクソできます、バーベクソ。バーベクソ。うん、外でクソを焼いて食べるっていう。うん。だってお前、このライブの前の1ヶ月、何にも生きた心地しねっけもんな。だってゲームも一切してねえし、なあ、テレビ、ファミコンはいつもその動画でやってますけど、なんていうの ?PS3 とかのさ、メタルギアやちょっととか、あと、なんだろう。メタルギアソリッドの2、3のやつずっと止まってるんですよね。あと、なんだっけ。3DS のキリの野草に借りたゼルダ。うん。もう全然やってなかったから、とりあえずちょっとこれやらねえと思ってね、3DS やろうかな。久しぶりだな。ほこりかぶったらもうすぐあれだよ、モンハン出るじゃん。モンハン 4G。あれやらねえといけねえな。うん、モンハン 4G。モンハン 4G もやるな。マナー悪いやついるからな、腹立つんだよね、あれね。うん。いや、でもね、そうそう、ほいでね、うまくこれ、絶対これが一番受けるだろうと思ったやつが一番受けなかったり したんですよね。うん、それがちょっと残念だったんですよね。この、単独ライブの話に戻りますけども。ね。だから、ね、ちょっと、その計画が、あっとも、ちょっと、計算違いが起きたんで。でも他のがでもなんかすげえ評判良かったりしたんでしょうね。そうそう。だ、まあ、そうです。まあ、いろいろね、そうだ、そういうね、R1 とか、コンテストとかにさ、かけるようなネタとかを、やっぱりその年末にかけて、ちょっと調整していかないといけないじゃないですか。それがね、もう、だから、それ用に作ったっていう、とても可能ではないようなやつが、やっぱ滑るんですよね。こうね。で、自分でやってて、あ、これあかんなと思ったから、多分、ダメなんでしょうね。うん。そうそう。でもいいやつ、俺好きなやつあったんだよね。好きなやつ、結構好きなやつ、結構いっぱいあるんだよね。今回の単独。うん。だから、それをなんとか調整して、また、ね、だからね、R1 もさ、もうちょっとネタ時間長くしないじゃんね。もう2分とかやろ ?1 分とか2分とか。で、1分とか2分とか、いけるやつはあるんですけども、それって例えばさ、ねえ、たぶん R1 とかで、俺が多分それやったらウケねえなっていうのがわかるよな。うん。そういうのあるよな。
難しいよな、やっぱコーディネートは。難しい難しい。調整していくしかねえんだろうな。うん。そうそう、だから、まあ、この2日間、ね、すげえ楽しかったんですよね。ゲリゲリ君、のこその墓。まあ、それぞれね、やっぱ1日目、2日目、その、色がありまして、1日目の方がちょっと外吉色が高いイベント。で、2日目の方が、なんだろうね、ちょっと、安定してるというか、そう、まあ、安定というかね、安定して笑いが取れるようなネタなのかなとは思うんですけどね。バランスがいいというか、どっちが好みかっていう、それは人それぞれですけどね。僕としてはでも、一日目の方が好みかもしれないですね。はい。まあ、また来年もね、多分8月のこのぐらいにやると思うんで、また、ご来場した、していただいた、来ていただいた方々。それと、まあ、今回来れなかった方、ね。また、来年、来ていただければ嬉しいです。はい。急に来年になったら、カンコドリが泣いたとかっつったら、ねえ。泣いちゃうよ、ほんとバカ野郎。泣いちゃう、泣いちゃう。というわけで、ご来場の皆様、本当にありがとうございました。ね。また来年もよろしくお願いいたします。はい。ね。あと、予約したか、予約して来ていただいた方、ね。1日目と2日目の DVD、もう見ていただけましたでしょうか。ね。1日目の DVD に2日目の DVD、ね。それぞれ内容がまた違いますので、そうですね。まあ、それも、ちょっと好みなんですよね。1日目の DVD っていうのは、ゲリゲリ君、ゲリゲリ君の DVD っていうのは、ちょっと新作 DVD なんですよね。で、2日目の DVD っていうのが、1個前の単独の幕間映像が入ってるんですよ。土方の弁。土方の弁の幕間映像が、全部入ってる、DVD なんですよね。だから、新作の方がいいっていう方、まあ、あと、単独でやった方がいいっていう方、ね。単独でやった方がいいっていう方は、ノグスの墓の方の DVD の方がいいんですよね。まあ、両方見る方が正しいですよね。はい。まあ、そんな感じですけどもね。また、ぜひ、よろしくお願いします。今月末には、末っていうか、23日か。ハリウッドナイトっていうイベントも、オールナイトイベントもやりますんでね。センカービーチ部っていうところで、またやりますんで、どうかそちらの方もよろしくお願いいたします。はい。というわけで、単独シーズン6は終了いたしましたけども、ね。シーズン7まで、まあ時間は長いですけどもね、お楽しみくださいということですね。はい。そんな毎月毎月単独ライブができねえからね。もう、特に俺の単独ライブなんて無理だよ。3ヶ月に1回とか絶対無理だからね。たまにいるけどね、半年に1回くらいやってくださいよとかっていう人いるけど、ね、結局そういうのに開催したら来ねえでやんのね、絶対。絶対さ、1年に1回だからいいんだよ。そうですよ。そんな、3ヶ月に1回とか、半年に1回とか、やったら多分、ネタもすっからかんだし、ねえ、こっそりネタになっちゃうし、ねえ、映像も、そりゃ薄いだろうしね。絶対1年凝縮したもんを見せる方が、絶対に、いいよね。そう。あんま失礼なもん見せられねえしね、単独ライブで。そうですよ。やっぱ自信がある、ねえ、ネタを、やっぱ見せたいじゃないですか。だから、断髪はね、あんましたくないですよね。そうそう、一年に一回っていう、真夏の祭典みたいな感じでね、やっていきたいと思いますね。はい。ちょっと長くなりましたけども、ね、ちょっと、カラーバートークで、
今回の単独ライブの反省というか、アフタートークじゃないですけど、そんな感じでやらさせていただきました。はい、というわけでハリトナゴショーでした。ありがとうございました。ね、喉が早く治ればいいんだけど。